こんにちは、日野です。今日は2023年じゃなくて2024年の1月の8日になります。1月8日ですね。まあ、今日祝日でしたね。まあ、実質的には明日からという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今週からこう本格的に仕事モードに入っていくっていう感じになってきますかね。今日から僕自身はですね、ちょっとこう新たな気持ちで、筋トレですね。まあ、筋トレと、まあ、体重コントロールっていうのをね、新たにやっていこうということで、まあ、自分自身、一人だけでこう、この半年ぐらいやってきたんですけど、なかなか体脂肪が落ちなくてですね、で、ちょっとこう、コーチングみたいな感じで、その筋トレ含めてちょっとお願いしてる方がいらっしゃるので、その方の指導アドバイスを受けながらですね、今日からやっていくということで、実際こう食べたものとかを写真で撮って、それを送って、でまたそれに対してのアドバイスをいただくみたいな感じでやっていくということですね。だから人に見られるというか、人にこういうふうに示してやっていくっていうと、ちょっとやっぱ気が引き締まるっていうか違いますよね。自分でやるとなんかね、ついついつまみ食いしたりしてしまうっていう時があるんですけど、お菓子を食べたりとかね。で、なかなかこう体重が落ちないっていう、あるいは体脂肪が落ちないっていうようになるんですけども、やっぱそういうふうに人に見られてるという意識があると、ちょっと違うなっていう、まあ、まだ初日ですけれども、そういうことを感じますね。だから朝昼と、まあ、写真撮って、それを送ってっていうのをね、まあ、こまめに、まあそういうことをやっていくことで、結果が出ればなっていうふうに思いますね。6ヶ月、まあ半年ぐらいなんですけれども、それでなんとか体脂肪を、今はまあ 22% ぐらいですかね。その体重計のやつが合ってるかどうか、まあ正確ではないのかもしれないんですけれども、まあ一応 22% ぐらいなので、それをまあなんとか 15% ぐらい目標としてはですね、にしたいなということを思っております。で、筋トレに関しても、まあメニュー組んでもらって、それをちょっとやっていくというところで、やっていきたいなというふうに思っております。まあ、ちょっとこう、気合入れてというかね、この夏までにはこう少しでも体作りをしていきたいなというふうに思っております。昨日はそういえば祝日で、次女が好きな作家さんが、塩見夏樹さん。前も見に行ったんですけれども、タイトルがね、全然なんか長いんですよ、あの方の。塩見さんっていう方の。で、昨日はあの丘で、君とまた会えたらみたいな。あの花の丘で君とまた会えたらみたいな、そんな感じのタイトルなんですけれども、まあ、その、要は戦争特攻隊の話ですかね。まあ、ちょっとあまり言うと、ネタバレになるのであれなんですけれども、僕も全く予備知識なしで見に行きました。また特攻隊の話、戦争の話っていうのはちょっと聞いてたので、それはあったんですけれども、次女と、あと妻と3人で、長女は昨日長野にずっとお正月行ってたので、昨日帰ってきたんですけれどもね。で、まあそういうので行ってきました。まあ、その方の映画はですね、すごく良かったですね。まあ、ああいう時代が本当にあったんだなっていうのを改めて認識してですね、実際、まあ今の、こう、生活、まあ今地震がこうね、地震の災害で、こう、非常にしんどい、苦しい、大変な思いをされている方々もいらっしゃいますけれども、そういう中で、今こうして過ごしていけることっていうの、ありがたみっていうんですかね、そういったことをすごく感じますね。で、まあ、どこで起こってもおかしくないということもありますし、2024年、あるいは2025年にかけて、いろいろと激動のこう時代に入っていくような気がします。まあ、時代的に見ても、そういう時代になるはずですよね。2030年、まあ、前半から中盤ぐらいまでが、一つのというか、まあ、大きな人類の山になってくるはずですので、そういうふうに逆算していくと、
まあ、2024、5年ぐらいからそういった終末の時代を僕たちは生きていくということになると思うんですよね。で、まあ、聖書とかでは観難の大観難の時代、7年半っていうのが言われてますから、まあ、それを逆算していくと、間もなくそういう時代に、最後の7年半っていうんですかね、それに突入していくんじゃないかなっていうね、まあ、これは神のみぞ知るということにはなると思うんですけれども、そういうふうになってくるんじゃないかなと。だからそういう、今まで以上のね、心構えというか、そういうものが必要になってくるような気がしますね。ですから、まあ一つ一つの出来事、いろんな出来事が起こってくるとは思うんですけれども、それに対して僕たちがどのようにですね、対処していくのかっていうね、どのように向き合っていくのかっていう、で恐怖と不安とか恐怖っていうのはもちろんこう消え去らないと思うんですけれども、それを無理になくそうとかね、まあない方がもちろんいいんですけれども、なくそうとすればするほど逆に不安って増大していったりするんですよね。だから、むしろ受け止めるというか向き合うっていうことで、それで逆にあってもいいというね、不安とか恐怖はあってもいいと思うことで、一旦、フラットな状態にできるんですよね。そしてそこから向き合っていくことで、逆にそんなに、ね、増大しなくて済むっていうことがあるんじゃないかなと思いますね。実際僕自身はそういう感じがしていますね。不安とか恐怖は別に消そうとかね、なくそうと思う必要はなくって、むしろあっていいというふうに思う。これがすごい重要じゃないかなと思うんですよね。で、まあ、誰でもそういう思いってありますから、生命の危機とかね、あるいは、いろんな意味で、不安とか恐怖って湧いてくると思うんですよ。で、それがあってもいいというふうに思うことで、逆に楽になるっていうかね、いう部分はあるんじゃないかなと思いますね。だから、まあ、あまり、そういう不安とか恐怖がない方がいいというふうに、思えば思うほどそっちに引っ張られるっていうのがあるので、そういうところがすごく重要ではないかなっていうふうに個人的にはね、感じております。ということでですね、今回は以上になります。ありがとうございます。